泣いてよ。大食いでお前らサイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。できるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか。悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに。あ、そうだ、いいとこがあった。ちょっと移動すっからオラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？でここで戦わせてくんねえか。はあ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろ、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？見つけた！思ったよか早く来たな。ほう、あの方が21号ですか。悟空さんたち大丈夫でしょうか。21号は随分パワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。
こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ。これだけいればスイーツパーティーができるわ。オラたち食いもんじゃねえぞ。クモだ。クモ、もう落ち着いていられない。なんて素敵なの。嬉しすぎて私どうにかなってしまいそう。なるほど、それがおめえの力っちまったに倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海をようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局分からずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね、
ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をボサッとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったらぜひ私に教えてくださいね。